大和高田市の小学校でトウモロコシのもぎ取り体験が行われました。この催しはトウモロコシを市の特産品にしようと取り組んでいる大和高田市担い手営農研究会が実施したものです。研究会の生産者は黄色や赤、白いトウモロコシを栽培しており、今日は岡西小学校の児童52人と岡西幼稚園の園児11人が茎についたトウモロコシを力いっぱいもぎ取り、皮を剥く作業などに挑戦しました。今回研究会では市内にある8つの小学校と幼稚園にトウモロコシおよそ740本を給食用に配っており、岡西小学校でも茹でたトウモロコシが提供され、子どもたちがかぶりついていました。おいしいです。もぎ取る音が好きでした。自分で取ったからなんか楽しかったです。